16世紀のピャチナ緑、ボトスカやピャチナ赤、オドネジスカやピャチナ青、ベジェツカやピャチナ木、デレフスカやピャチナ大々、シェロンスカやピャチナ四つのピャチナに囲まれる湖は、イリメニコであり、ノブゴロドはこの北岸に位置する。ピャチナは、1775年まで現ロシアのノブゴロド県で用いられていた行政区画である。ピゃチナは、ノブゴロド公国において15世紀に登場し、 広告滅亡後もモスクワ大公国やその皇族国家で存続した。ヴィャチナは5つ存在しており、ヴィチナという名称は、合意味する、ヴィジに由来する。ヴィチナはいくつかのウエズドからなり、ウエズドはさらにいくつかのポゴストやボロス地から蘇生されていた。ヴィチナの境界線を地図上にまとめた研究者は19世紀初頭の A、デルベルグが最初であり、 その後19世紀半ばの K. ネボリン、20世紀初頭の A. アンドリア・シェフラが、ポゴストやムラムラを書き加えた、詳細な復元地図を作成している。ピアチナは、以下の5つが存在した。A.B.9-17-2007 リバース1819ザビ 1853J1913-1 1914に税税税6 1940十万三千百二十九ありがとうございます。